はい、まあこのゲームの最初にですね、レシーブミスとかそういう簡単なミスをしないことですね。はい、第1マッチのダブルス、お互い1ゲームずつ取ってゲームオール。第3ゲームのファイナル6オールから始まります。画面奥、琉球ヤスティーダーディピンのサーブから、吉村3球目7-6。7点目を琉球ペアが取りました。サーブは日本交代、ネットに当たりました。レッド、サーブのやり直しです。フリック払っていきました。琉球の連続ポイント、1ゲーム目と同じパターンになりましたね。はい、最初にピチホトがチキータを押して吉村選手打って、2本目のレシーブストップをして台上で打たれてますね。これはネットに当たってオーバーになります。1点差。ピチホトのサーブ、ストップ、フリック、ネット当たる。8-8、8オールになりました。お互い今日が初ペア同士の対戦となります。琉球がディピン、吉村、 TT がディアム・ピッチフォードと平野裕樹のペアです。第1マッチの第3ゲームファイナル、ネットに当たる。いや、今の助かりましたね、リュウキペアは。はい、吉村の2本目のサーブがあります。これは空振り、9-9、9オール。非常にいい選択ですね、平野選手は。はい、各マッチの最終ゲームにおいてデュースを採用しています。10-10の後、2点差先取りで決着がつきます。第1マッチのダブルス、ゲームオールの末、今第3ゲーム9オール、平野のサーブ、ピッチオロ、これはネットに当たります。マッチポイントは琉球ペアが取り、つきました。次の1点を取れば琉球ペアが取ります。ピッチオロ、フォアハンド決まりました。テンオール、今のレシーブももう本当にフォアに勝負に行ったんですけどね。はい、まあ、選択は間違いじゃなかったと思います。10ゴール先に2点差つければそのペアの勝ちとなります。琉球のサーブ、バックハンド、これは空振りです。琉球がここでマッチポイント。やっぱりこのゲーム後半でのレシーブミスはもう本当に命取りになりますね。吉村、ここもつなぐ、ネットに当たります。第1マッチのダブルス、第3ゲームは12-10、琉球ペアが取りました。まずは第1マッチのダブルス、琉球ヤスティーダはディピンと吉村真晴、 TT 埼玉は平野裕樹、リアム・ピッチフォード、リオペア、これが初のペアの対戦となりました。まあ、このリアム・ピッチフォードと平野も、まあ、初の組み合わせということですが、まあ
対するこの琉球にとっても、まあ、初ペアということで、まあ、どちらにこう流れがいくかというところもありましたが、振り返っていかがでしょうか。そうですね、やはりあの吉村選手の活躍が目立ちましたね。はい、